今日はテント大学新潟チェックインのルールや楽しみ方を僕スワンプが教えちゃいます。手元に用意された地図、そしてチェックポイントの写真一覧、そしてこの地図をもとにですね、制限時間内により多くのポイントをゲットできるように考えましょう。地図上には70箇所のチェックポイントがあります。記載された点数がチェックポイントの得点です。たくさんのポイントを集めるためにはどのようなルートで回るかが重要な戦略です。高得点だけを回るパターンや出発点の近くを数多く回るなど、それぞれの戦略を立てましょう。ルートが決まったら、それぞれのチェックポイントの写真を手がかりに探します。回る順番は自由です。スタートの時間になったら一気に飛び出しましょう。じゃあまず僕はこのチェックポイントに行っていきたいと思います。使用できる交通手段はバスと電車、そして自分の足。タクシーと自転車は使えませんのでご注意ください。ありました、あれです。僕が目指したチェックポイント、チェックポイント到着しました。写真の構図はできるだけそっくりに撮りましょう。可能な限りしっかり撮影していきます。制限時間を過ぎると1分あたりに30点の減点となります。なので制限時間は厳守でお願いします。新潟チェックインは11月1日土曜、ただいま参加者募集中。詳しくは、ケント大学ホームページで。